ライゾーン TV。 はい、どうもクレゾンです。それが嫌だって、パチパチの意味が全くわからない、まあ、普通に考えて、はい、心霊動画で、はい、あのパチパチやってる動画ないでしょ他の人ここどこよ。ここ栃木県です。もう福島県の心霊スポットとかも行くとこもないし、僕たち福島県なんで、そっからの隣県でね、じゃあ栃木行っちゃおうかな。何が悲しくて心霊動画のために5時間も走ってるんだろう。しかもこれトンボ帰りしますかね。俺ら靴一泊してゆっくりして温泉でも入って帰るっていう。あ、最高っすね。ロケ地が最高じゃねえか。最高な心霊動画なんてねえんだろ。マジで、まあ、とりあえずね、今回は、栃木県最強の、旧乃木病院を、攻めるという動画になります。どんな映像になるかは、こうご期待ということでね、行ってまいります。レッツグレイ。マジで、はい、そこの藪みたいなとこがバキ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 言ってて、病院の恐怖の前にまず獣の恐怖だった。めっちゃ怖かった。待って、ライト二刀流じゃね。いや、当たり前でしょ。何これ、何これ、撮ってる、ここ何、ここ、あの人、何の、うわ、なんか全然クマが入ってくるんじゃん。マジで、なんかサバイバルやってから、はい、クマの恐怖獣の恐怖とか、俺たちね、足跡とか見てるしね、匂いとかね、なんかもう山恐怖症になってる。何これ、何これ、何これ、ええ、映していいの、何、よくわかんねえけど、え、何この部屋、え、めっちゃ怖い、ここ、ここ取って、ここ取ったわ、気持ち悪くない、ここって、なんかさ、落書きなくね、ここだけ。あ、なかった。ほらこれ、何の部屋だろ、ここ部屋名とかも残ってないじゃないですか。え、何、あれ、手形、いや、なんかの跡をだから、だって、いや、あそこまで届かないでしょ、多分上の、うん、ライト弱くなってる、電池交換するべきなんだって、やっぱ強力だから、これ恐怖感的にはどうですか、病院の今のところ大丈夫、今のところそうでもないですか。いや、そうでもなくはね、もちろん怖いけど、うわ、こっち怖い、ここは怖い、ほら廊下、何の廊下なの、これ、うわ、後ろ怖い、ああ、外で繋がってない、めっちゃ怖いよって今、風がヒューってきた。え、なんで笑うの、え、何が面白いの、逆に教えてよ、マジで。ここ何、今村さん、ち、下田さんと今村さんの共同生活、テラスハウス的な感じですかね。そう、滑ってっぞ。何あれ、ペットボトルか、びっくりした、ネズミが乗った、俺、聞こえた今、右聞こえでしょ、完全聞こえてるよね、もう聞こでしょ、カチャッとしてるよ、だからリアルに何かいる音じゃない、外から聞こえてんの、これさっき来た、ここ、いや、来てないです、多分カチャッと、カチャッと、またいる、なんか、マジで、うわぁ、なんかここやべぇ、ここやべぇ、火事になってる、え、狭くね、そしてここ狭いですね、何の部屋だったんですか、物広ですか、ここら辺もだって火事になったぞじゃん、ほら、ああ、なんか燃えたのかな、うん、ああ、もう帰りで、もういいんじゃない、いや、まだ1階っすよ、いや、もう1階が、うわ、ビリッと階段登ろっか、この階段登るの、うん、これヤバくてまして、何が、いや、階段が、いや実質は階段じゃん、そうっすか、
痛い。マイク。おお、びっくりした。撮れたか分かんないけど、俺は完全に見た。見たでしょ。うん、ほら、そこら上げるよ。何でしまってたっけ。はぁ、無理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 。こっち見て、こっち無理じゃない。雰囲気的に無理じゃない。これなんかあれっすよね、何にもないよね。何もない、壁もないし。なんで後ろ下がるんだ、お前カメラマンだべ。あっち、あっち取れ、あっち。だから、だから、なに、なんで逆さくね、ここ。うん、マスクしないときつい、これ。うおー、ビビった、うおー、ビビった。これビビるって、これはビビる、マジでベルセルクかと思った俺マジで。だってクオリティ高くね、これ落書き。これ3階建てなのかな。3階、いや、まあ階段の上にあったら3階は見えない。もう5時間かけてきて言うのもなんだけど、はい、もう別に撮らなくてよね。いやありえないでしょ。え、これのこと言ってんじゃねえ。マジただのドライブ。これのこと言ってたんじゃねえの、エレベーターって。あ、そうだから、これ気をつけてね。最悪ですよ、こんな落ちたら不意に落ちるからさ、気づかないと。聞こえた。今のは聞こえなかった。今のは聞こえなかったの。うん、今のは聞こえた的な感じのニュアンスで言うのやめてます。もう頭おかしいんじゃないか、マジで。なんかカチャンとかじゃなくて、さっきからボーボーって聞こえ、ボーって聞こえ。今犬だね、聞こえたよね。今聞こえた。ワンワンでしょ。違う、トントンだから。トントン、ワンワンじゃねえから。トントンって聞こえた。俺はあっちからワンワン。うわ、なんだあれ。いや、びっくりさせない。あれいや、びっくりさせねえでって、俺がびっくりしてんだから。びっくりすんねん。何言ってんの、本当、マジで。何これ。なんか聞こえる、ピーッつった。今さっきでしょ。そうそう、ペンみたいな。なんかじゃなくて、なんか甲高い声。そう、声が聞こえる。何の音だよ。何もういいって。なんか名前出なくなってきた、俺。なんでだろう。なんかさ、ところどころにあるさ、うん、あの紙みたいなの見える。これが結構気になる。写真っぽいっすよね、なんか真っ黒。何何それ。いや、わかんねえ。何何これ。黒くてわかんない。3本。いや、これ落書きだらけだ、これさ。ここも開けちゃったもんじゃない。ゆっくりしない。その音で俺慌てた。大盛り飛んでったから気をつけてください。ここ何、ここだけ英語で書いてある。クズオが臭い。絶対違う。トゥー、ベル最後だけトゥーだけ。ちょっと3回来てからちょっとビビってるよね。今聞こえたでしょ。どっちの方。
ここかな、この部屋かな、どっちかどっちかからちょっと女の人の声聞こえる。どんな感じ？どんな感じって言うとちょっとなんつってかわかんないかったけど、あーあーみたいな感じ。喋ってる感じ？喋ってる感じだったな。言葉を発してた。なんかなんか正直ここの病院に来てから、うん、ここが一番なんか なんか聞こえてきてる。3階部分つうか3階部分が一番なんか聞こえるだけじゃなくて、なんか重い感じ。なんか全て肩も欲しい。何これ、何これ、え、これ何、え、何これ、何これ、写真だよね、これ全部そうなの、何なの、何なのこの写真、ほら、これ分かった、分かった、何これ、これ何、こっちの、うん、どういうことだ、なんか不気味だね、不気味だよね。いや、ここ気持ち悪い。え、なんで車線集めんの？めちゃくちゃ多いじゃん、しかも。だから。1個2個じゃねえ。しかもさ、1箇所じゃなくね、うん、2箇所じゃない？そこでしょ。4階なんだ。え？なんで？あっちに階段上に上がったじゃん。はずはず。屋上かな？へぇ、行くのやめね。もう屋上はね、所詮屋上って感じだけど、ただね。待って、ここにもあるよ。え、これそうじゃない、うん、何なのこれ、うわ、何の写真、何の写真、なんか、いい、やめろって、もう、うん、うわ、見て、写真帰ろ、もう、つうか、めっちゃあるじゃん、何これ、写真1枚ぐらいもらってきますか、バカじゃない、頭おかしいんじゃない、次元飾るよ、その前でも、全部撮ったよ、全部回ったっすね、あ、ここ帰ろ、意味が分かんないよね、写真の謎だよね、それ写真を撮る理由、しかもこんなところね、しかもな、ちっちゃい弁当箱みたいなのある写真、ここ2階で、さっき来たよ、うん、2階、これさっき写真あったやろ、ここね、ここだっけ、ここあったんだけど、うん、場所ずれてる、マジで場所ずれてね、うん、さっき重なってたんだって、これ2つ、うん、俺ら蹴ってねえじゃん、蹴ったのかな、覚えてないですよね、聞こえた今喋り声みたいな、うわ、めっちゃ鳥が当たってきた、喋り声聞こえてる、ダメだ、ダメだ、誰か来たの、誰か来た、いや、可能性もある、誰か来た感じの喋り声だったら全然なんとでも、どうでもいい、あ、これがさっきの水でしょ、そうそう、あれ、ここ見た、だ自転車で、何これ、うわ、近づくまで分かんなかった、自転車だよ、なんでびっくりした今、これ何これ、え、何これ、これなんで赤いとこんなとこに、何これ、なんでこれ傷つけられちゃうの、これ本当だ、あ、本当だ、何これ、何これ、何の糸なのこれ、え、何の意味があるのこの糸、車戻りますか、マジで、聞こえた、今の聞こえ、戻んないマジで、ね、なんか行くかもしんないマジで、マジで行くかもね、はい、お疲れ様でした、お疲れ様です、とりあえず乃木病院ね、怖いっていうよりも気持ち悪かったね、どの辺が、あの無駄な写真と、あれはちょっと謎だった、あれはちょっと不気味っていう、なんかで最後のあの赤い糸と、あ、ここで終わってますね、あれは怖かったで、何よりも3階に行ってからの、あの異様な雰囲気、俺は感じてた、まあボルテージで、ボルテージいつもわけわかんないですか、マックス100でしょ、今日行った乃木病院、はい、旧乃木病院、55 やっぱ福島県の方が全然怖い、実際何かしら起きてんのあっちの方が、あ、はい、うん、でもまあ3階に行った時はちょっとやっぱ雰囲気あったし、うん、なんかちょっと気持ち悪い感じはしたけど、まあこれはまあ流れでもう一箇所、はい、いきます、次回の、心霊系の動画は那須高原大橋になりますので、はい、お楽しみに、グレーゾーンでした、チャンネル登録よろしくお願いします。